生配信されての皆さんに見られながらの体制ですからね。いや本当に人前で絶対にやれないチームだって対戦するのでそもそもこの無口になって対戦する2人はそもそもここで映していいのかなって思うんですけどね。マスターね、僕は準備できます。僕はもちろんリオレースです、ね、あやっぱりそっちかリオレースですね。まあ、そうですね、まあどういう場面が出てくるんですか。これ何回も戦ってるパターンなんですけど、僕はまずこれ様子見です。僕はまずアスタイルでですね、まず MTE をスピードを上げます。厄介なんで、ここでちょっと一旦回復をかけてですね、でアクティブレスポンスヒットポイントを上げます。ここは完成に今なってます。で、僕のターンに今なったので、はい、僕は、攻撃力を上げていきます。今2ポイント攻撃力がバレッタの方に追加されました。まあ、10秒間あるんですけど、結構短いかなと思うかもしれないですけど、意外と、意外と長く感じられるようになっているので、そんなに慌てずに考えたのがありますから。アイルをそんなに攻撃していいんでしょうかね、モンスターハンターのプロデューサーですね。アイルをこの勝ってるんですか。あれ容赦なくアイルをもうアイルだろうかな関係ないです。それ言っちゃいけないじゃん。さあ、あのねアイルはね潰しにくいはずなんですよ。本来。それでねユニットカードがないときはそのままヒーローにダメージがいきますので。そこで。まあ、一応ここで僕の方のヒットポイントも下がってますけれど、僕はタル爆弾で各ユニットに1ダメージとヒーローに3ダメージ与える。なるほどなるほど。ちょっと、ここで一旦飛行して、ヒーローはシールドを貼ります。空戦といってあのカードが飛んでますね。となると向こうのユニットカード関係なくヒーローに攻撃できますので、さらにこのカードの特徴でいうとヒーローに攻撃したときに各ユニットカードに1ダメージ与えることができますので、ごめんなさい、ちょっと本気に飛んでやばかったです。本当に喋ってる余裕がありますちょっとここで一旦ヒットポイント、ヒーローがヒットポイントに変えるって言って、出したいけど出さないようにしようかな。いい感じですね。ちょっといい感じになっちゃって。ですね、攻撃力を上げていってます。ヒットポイントを回復します。これはね、ちょっとこれは危険な状況になってきました ね、 ですね。ちょっといやガチで危険な状況です。交渉が間に合わない。これね、シールドを貼られる。やばい、本当にまずい。ちょっとまずい、それ。で、また風船を入れます。あ、やばい、あこれ結構、今回圧勝でしたね。あれおかしいな。